はい、こんにちは。久しぶりにね、YouTube 投稿したいと思います。よろしくお願いします。ちょっと今散髪行ったばっかなんで、ちょっとね、こういうふうな、感じでございますけど、よろしくお願いします。今日はね、地元島根県大田市のね、特産品、紹介していきたいと思います。ね、ちょっとした、特産品配信をしていきたいと思います。まずね、ちょっとここにあります。箱寿司ね、ロード銀座から、買ってきました。箱寿司、押し寿司です。箱寿司。ね、これね、まったりね、酢を控えめに、出た箱寿司でございます。あとはね、これも銀座のブランド、読み銀座ブランドになってます。かりんとうです。かりんとう。もともとね、これね、三栄ゆかさん。三栄ゆかさんはですね、もともとうどん屋さんなんです。うどん屋さんとかね、うどんとかね、そばとかの玉、うどん玉をね、販売してたお店なんですけども、こういうふうに、その残りの、うどんとか作ったものを失敗したってあれだけど、残りの粉でね、こうやって、残りができますよね。生地の残りを。こうやってかりんとうにしてね、愛してます。こんな感じで割れます。これもね、のほほんとね、のほほんとして三温糖で味をつけてサラダ油で揚げてる。ボイボイと、あとね、皆さんとこあるかどうかね、これ塩辛なんですけど、これサバの塩辛ね、なかなか美味しいです。これね、潰し切ってあるんですけど、このね、塩辛一切れでね、ご飯3杯食べれます。あとはね、かまぼこ。島根県のこのままね、ストかまぼこって言うんですよね。なぜストかまぼこっていうかっていうと、ストローで巻いてるかまぼこだから、ストかまぼこ、ストローかまぼこ、ストかまぼこ。これね、同じ島根県大田市のワイっていうところで、志島町ワイっていうところで作った、この3つ、ストかまぼこ。3つのメーカーさん違います。上野かまぼこさん、上米かまぼこさん、松下かまぼこさんね。ストかまぼこ。ね。ワイの光、上米、ワイ。ね、このワイの光がね、オーダーブランドを売ってます。ちょっと上米さんとね、ワイのこの松下かまぼこさんは、オーダーブランドになってませんけど、ワイの光だけオーダーブランドになってます。あとはね、面白いんですよ。これローソンと島根県立大学体育大学の、ね、コラボ共同開発に抹茶メロンパン、島根県産の抹茶を使用してます。粒アンドホリップクリーム、島根三昧食品科学研究所のハンガー入ってます。ね、こんな感じで島根県立短期大学のこのね、ロールケーキのパターンもあるんですよね。ロールケーキはね、なんだけど島根県の、ね、多分ローソン限定だと思います、ね、ちょっとね、中どういうふうになってるか、常兵衛さんとさっきのストカマをねお見せしたいと思います。ジョーベイさんとワエさんとワエの光さんが、ジョーベイかまぼこのジョーベイさんと、ジョーベイと、いや、松下かまぼこさんのワエと、上野かまぼこのワエの光ではありますけど、ちょっとね、日にちの保存日数の関係で、ちょっと一日消費が早いんで、ジョーベイさんのストかまぼこ開けてみたいと思います。ね、ジョーベイさんのストかまぼこ開けてみたいと。なぜかというと、かまぼこをね、ストローで巻いてあるんです。だからストローかまぼこ、それからストかま。はい、こんな感じになります。こんな感じ。こんな感じで、ストかま、ストローかまぼこ。ね。ストかまぼこ。こんな感じでストローで巻いてある。これをね、全部剥いてみますね。ストロー、これね、ストロー、これ全部剥いてみます。ストロー、これ全部剥いてみますね。ストローをこうやって剥くんですね、こうやってね。子供の子ね、よくこれで遊びましたよ。
ね、残ったストローでね、あのシャボン玉やったりなんかしちゃってね、こうムキムキします、ムキムキね、ムキ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 っとするとこんな感じで真っ白いかまぼこで、ストローの後こうついちゃうんですね。でストかまぼこね、ストローかまぼこ、ストかま、ストかまということで、あとは、同じうお、これ魚の屋さん、これしそわかめふりかけ、のどぐろ入り、のどぐろ入り赤もつね、のどぐろね、都会で食べたら高いんだけどね、のどぐろ入りしそわかめふりかけ、こんなんとか、あのおたくあいとかね、酒ふりかけとか、しそわかめふりかけ、こんなんもね、あの安価でやってますね、こんな感じで乗ってます。上辺かも、せっかくですのでね、試食したいと思います。だいたい味分かってんだけど、うん、私的には味分かってるけど、皆さんにお伝えしなきゃいけないで、ちょっと今日はね、ゲストをお呼びしてます。ゲストね、それではですね、今からですね、あの YouTube クリエイターのね、のほほんチャンネルさんをね、ゲストに迎えてやってますんでね、はい、あ、いつもお世話になっております YouTube クリエイターののほほんチャンネルです。のほほんチャンネルさんにね、ちょっと、ね、試食してもらいますね、上辺かまぼこさん、ああのちょうどよかった、あの番宣しておきます。昨日、はい、YouTube の撮影用の、はい、アクションカメラを届いて今セッティング中です。今日はね、三脇さんのね、これなんていうんだ、上辺かまぼこ、ストかまぼこね、上辺さん三つ選んで、上辺さんのストかまぼこ、試食、また厚に切ってまた文句言うな、もしかして俺に食えってこと、そうそう、試食してください、はい、あ、だったらこれだけ、これもつけるの、あんな、うん、よくな、あんな、あの素人の方は、素人の方は、あのこれ地元の人しかやらへんねんけど、こういうあの祝いの分とか、あのストかまぼことか、他にメーカー祝いっていうかまぼこがあるんですけど、本来かまぼこの酢の味を楽しまれる方もいいんですけど、ある意味ね、酒飲まれる方はね、逆にねいいです。この中に包丁で切れ目を入れて、その中に梅干しの、あの梅肉を入れたりとか ね、 あね、今宮脇さんに言ったんですけど、ちょんぼしでいいで、しそわかめ、これも地元のふりかけ、これはちょんぼしでいいぞ、うん、あ、もおい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 、もうええって、もうええって、これいいの、もうええって、なんでそこに行さん入れる必要が、俺がやりたかったのはこの切れ目に、切れ目に挟むやつ、うん、あのね、酒のほんま好きな人はね、このね、かまぼこの断面にね、ちょっと切れ込み入れてください。はい、こんな感じで切れ込み、この中にね、梅肉入れられてもいいし、あとはね、お好み、お好みにお任せします、お好みでね入れてもらおうて、まあちょっと見た目悪いです、こんな感じにしてもらおうて、あの醤油をちょっとつけてもらって、いただきます。食感はもちもちしてて、あの簡単に言うたらね、かまぼこね、これ魚をミンチにしてすりつぶした分を蒸し上げて作ったのがかまぼこですからね、島根県のかまぼこ美味しいですよ、グッって感じでよろしい？それはまあ紹介でございますね。まあ地元の人間はね、あの朝ごはんにいつも食べてるんで、あんまし美味しいっていう感覚ないんですけど、あの他府県の方が食べるにはね、
うん、絶品です。はい、あのね、一番美味しそうなためにね、おっちゃんもね、ここにゲストおりますんで、今日は食レポということで、はい、参加させていただきました。はい、よろしくお願いします。山本さんでした。ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。よろしくということで、ということでね、やってますでね、まさ違うもん、ハモンチャンネルさん、ここにあるでしょうか、そしてタバコ、タバコ、まあ、ということでやってます。この後ね、今度はね、ここ今、三郷町っていうところなんですけど、三郷町のあの文化祭、産業祭でね、カゴかき大会って言って、カゴかき、カゴがね、走りますんでね、2時からね、14時から。あ、またあのやかましいわ。うん、カゴかきをね、ちょっとね、中継したいと思います。ということで、一旦、私の、YouTube 動画、終わりたいと思います。今日はご視聴ありがとうございます。